こんにちは。気になる男シリーズをご覧の皆様、即家塾の久保でございます。<laughs> あの、タカさんとの毎日のやり取りの中で、まあ、いろいろとね、YouTube について、こうやったら稼げるよとかね、こういうふうな稼ぎの実績があるよとか、こうやったらうまくいかないよとか、こういうふうにしたらテンションが上がらずにモチベーションが落ちて途中で辞めることになるよ、様々な気づきが今までありました。で、これをですね、まとめて、11月の29日火曜日21時から、 あの現役で稼いでる YouTuber2 人がですね顔出しと顔を出してない方とねの両側の側面からもうこれ稼げる YouTuber になるための第一歩第二歩を築くためにどんなことをしていけばいいのかこれをまとめてお話ししていこうかと思います、まあ、今までの「気になる男」シリーズの総集編とも言っていいと思いますけどもこれから2023年から始まる新しい YouTube のね枠組み仕組みこういうのも込みで最新版をお届けしようかと思いますおそらくですね 何かで稼いでいこう、もしくは本業が思わしくないんで副業で何とか盛り返していこうとされる方には、この YouTube で稼ぐっていう方法は大きな突破口になるんじゃないかなと思うんですよ。で、最近はですね、YouTube ショートっていうのも始まりまして、これはですね、私もびっくりなんですけども、すぐに再生数が数千回とか、場合によっては万っていう範囲で回るんで、ここからね、大きな集客ですとか、利益、広告収入につながってくることも大いにあり得るんですよね。私も最近はね、ショート動画をね、 もものすすすごくくしてるんででけどもいやびっくりですよこれはあの普通の動画も大事なんですけどもあのやっぱりね多くの人を呼び込むためのフロント動画ってあるんですよ玄関の動画それによってまずねつかみを OK にしてそこから本編の動画に入っていただくっていうふうな間口を広める方法もね今回使えるようになりましたのでやっぱりねあの YouTube っていうところに、うん、自分の得意分野とかそれからね場合によっては不得意分野これを発信することによって 多くの人との信頼関係が築けて、そこからね、いい人付き合いですとか、新しい情報が入ってきたりとか、あとは流したい情報が隅々まで行き渡るみたいなことも起きますんで、インターネットを使う上ではね、必須のおーこの YouTube になると思いますし、今までやってない方にも、おーこれ YouTube やっていこうっていう大きな動機になるんじゃないかなと思いますよね。えー、11月29日、21時からタカさんと2人でまたズームライブやりますので、よろしくお願いします。動画概要欄に URL 貼っておきますので、ズームでお会いしましょう。それでは。